はい、じゃあちょっと見てもらいましょうか。もう化け物みたいな数値を。一番ヘッドスピードを止めてる一番の理由は、はい、構える腰の回転を切らす、はい、すっごい速くする、はい、嫌だからフックグリップにする。そこまでは正しい。内側も入れるのも正しい、はい、ただフックグリップすることによってこっちが力が入るから、これやった瞬間にもやばいから、だからフックグリップ握っといて、握れない、はい、握っといてリラックスさせる。なるほど、この1点だけ、はい、もう一回、そういう感じ、はい、そうすると、ね、はい、今出たスピードが 59.3 です。クラブの走る感じがより感じられるようになります。とにかく左肩を張らない、ね、この構え方はアイアンにも まずい影響が出るから、でこの状態から少しスッと抜くだけ、ちょっと抜くだけで、これをやるだけでもう全然変わるし、さっきやっただけで最初 6.4 だったから、ね、それが 59.4 かな、はい、で56の人が59までワンポイントで上がるってまずないですから、うん、なぜかって言ったら、この張っててブレーキかけたものを緩めることによってヘッドが走りながら振り遅れないってことになってますので、ぜひともやってみてください。はい、ありがとうございました。